はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回は、パズドラ、ザパン降臨、水の精霊をやっていきたいと思います。まあ、初見というか、初見というよりは、攻略チラッと見たので、はい、今回、ルルナさんでやっていきます。わざわざ戻しました。はい。うん、戻した方が意外と強いみたいですね。うん、進化素材はいや。うん、ってことでね、水の精霊を超地獄級なんですけども、壊滅級とかね、そこら辺に挑む勇気はありません！ごめんなさい！ってことで、やっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブ、ランデブー、ミヒトチャンネル。さて、やっていきましょうか。お前さんはスピーカーだったかな？できるだけ頑張ってね。はぁやばい。セリカさんがスキルアシストの方まで溜まっちゃってる。つまり何が言いたいかというと、一応ね、このスピカさんの先生の操作時間あれをなんとかするためにスピカさん連れてきたんですけど、まさかの溜まっちゃった。確か4コンボか5コンボ以上で、そうね、すごいねって言ってくれるんですよね。で、7コンボ以下吸収なんで、キドロップは大量ってことで、これ使う必要もないんじゃないんですよね。セリカさんはちょっとスキル使ってあっちの方にしておこうか。でだ、こうしたらだろ、右側でこういう感じでいこうか。これで6個消しできているので、2コンボ追加されるから11コンボ突破。まあ超地獄級だからね。そこら辺は壊滅級を簡単にクリアできる人からすると簡単やろうとか思うかもしれません。多分思うと思います。キドロップがないね。6個ないと火力出ないんで、これで、あ、やべ、キーキーした、減った。キドロップの数が減った。で、スキルもまだ溜まってないでしょ。誰も5ターン遅延だったかな、こいつは。先生で5ターン遅延されたので全然溜まってないですね。やばいですね。さあ、キーは6個来たっちゃ来たか。来たっちゃ来たね。で、操作時間もルルナさんある方なので、これスキル使わずに突破をしたいところですね。1コンボ分作れるけど時間的にやめときます。で、落ちてきて10コンボ、よし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 、 75% 激減も超地獄級だったら問題なしか。転生属性変化した後、弱点属性のあれを吸収するんですね。よかったよかった。ランダムに属性は変わるんで、こいつが水属性になった場合3ターン耐えないといけなかったんですね。危ない危ない。ここは運でしたね。はい、キドロップは6個あるので、そうっすね、回復だろう。ここでレッツして、ほい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 、これでも落ちてきたけど8コンボ分は行ってたということで、ルルナさんね、毎ターンドロップ作れればいいんだけど、こいつがちょっとめんどくさいのかなね。9コンボ以下の攻撃を吸収で、こいつを一撃で倒すにはアルティメットファングなのかな、元ネタは。で、こいつを使うことによってリーダースキルで2コンボ追加されるプラス、このスキル効果で3コンボなので、5コンボさえしておけば、違う、5コンボしつつ木で6個消ししておけばいいんでね、いいんじゃないですか。落ちてきて5コンボ追加、よし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 。さあ、ボスのザパンさんなんですがね、はい、
4回先制してくるんです。プラス1万5000以上のダメージを無効なので、はい、今回のやつらは半分近くがねあれ持ってます。無効貫通、無効、無効貫通ですね。無効貫通、無効してどうする、無効貫通ですね。で僕はだいたい左下に作るので、んー、なんか失敗した。で、あー、限界ですね。落ちてくるね、結構。ワンパンは、よし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 、半分以上がね、無効貫通文字だったから、なんとかなった、なんとかなった。よかった。このパーティーだったら、壊滅級とかもうまくいけばいけそうですな。挑戦する勇気はないが。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。